私たちレゾナックは世界トップクラスの売上規模を持つ機能性化学メーカーです。世界中に多くの拠点を有しています。その一つが埼玉県秩父市に拠点を置く秩父事業所です。秩父地域は山々に囲まれた盆地であり、自然が豊かで地形を生かしたさまざまなアクティビティを楽しむこともできます。また歴史文化も深く、毎日のようにどこかで祭りが行われているほど。特に12月3日に行われている秩父夜祭りは日本三大曳山祭りとして有名で、豪華絢爛の山車が街中を練り歩き、夜空を彩る大輪の花火は圧巻です。実はレゾナック秩父事業所にある長椅子は、秩父夜祭りの山車に使用されていた新棒を再活用しています。レゾナック秩父事業所は昭和2年に創業開始した歴史ある事業所です。地元の方を中心に多様な人材が協力しながら、丁寧な作業で高品質な製品を製造しています。レゾナック秩父事業所で製造している製品は主に2種類あります。パワー半導体に用いられる SIC エピウェハーと光半導体の LED チップです。まずはパワー半導体に用いられる次世代材料 SIC についてご紹介します。そもそも半導体とは身近なものだと、家電製品やパソコン、携帯電話などにも必ず使われている機械制御に不可欠なものです。半導体にはいくつか種類がありますが、パワー半導体というのは電力の変換や制御により効率的に電子機器を駆動するための電子部品です。パワー半導体の材料には従来シリコンが使われてきましたが、熱の発生、電力の損失が性能向上の壁となっていました。 SIC はそれらの課題を解決する材料特性を有しており、シリコンに置き換わる次世代のパワー半導体材料として注目されています。再生可能エネルギーにおいては、変換による電力損失を抑え、効率的なエネルギーの変換を実現します。また電気自動車などの新エネルギー車においては、電力変換時に発生する熱を抑制することで放熱機構を軽量化でき、燃費を大幅に向上させます。他にも消費電力の大きな装置における効率的な駆動を実現し、地球規模の省エネに貢献しています。レゾナック秩父事業所では SYC パワー半導体の原料となる SYC エピウェハーを製造しています。製造工程としては、まず SY シリコンと C 炭素を特殊な技術で結晶化させ、 SYC シリコンカーバイドの塊インゴットを作ります。結晶化させたインゴットを厚さ1ミリメートル以下のウェハーと呼ばれる円形の板に切断し、表面を丁寧に研磨します。その上に半導体デバイスに欠かせないエピタキシャル層を製膜し、完成です。このエピタキシャル層は厚さ数ミクロンメートルから数十ミクロンメートルの非常に薄い層ですが、パワー半導体デバイスの特性、品質を大きく左右する重要な部分です。お客様のご要望に応じて設計され、当社の製造技術により高品質なエピウェハーを提供しています。秩父事業所で製造しているもう一つの製品、光半導体である LED チップについてご紹介します。まず光半導体とは、電気を光に、光を電気に効率よく変換することができる
半導体です。 LED チップは光半導体で構成されており、電球でいうとフィラメントに相当する電子部品です。レゾナック秩父事業所では、さまざまな色を発光する LED チップをラインナップしています。特に目に見えない赤外線を発光する LED チップに注力しています。赤外 LED は電気自動車を安全に使用するための絶縁部品や、目に見えない光で人や物を感知するセンサーに使用されています。レゾナック秩父事業所では、原料となるエピウエハーから LED チップまで製造しています。エピウエハー製造工程では、ウエハー上に電気を光に変換する機能を持つエピタキシャル層を製膜します。 LED チップ製造工程では、エピウエハー上に独自の技術で電極を形成した後、ウエハーをダイシングという方法でチップに加工します。 LED チップ一つ一つの大きさは小さいもので、なんと 0.2mm、 繊細で正確さが必要とされる工程です。一つ一つの LED チップに電気を流して、 LED 特性を検査した後に、 LED チップの外観を検査します。長年培ってきたノウハウをもとに、お客様のご要望に応え、高品質で信頼性の高い製品をお客様へ提供しています。自然に囲まれたこの秩父の力、これからも高品質な製品を皆様へお届けして、循環型社会の発展に貢献していきます。皆様の生活がより豊かになることを願って。科学の力で社会を変える。レゾナック秩父事業所。